嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い合う。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍びる。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もエルダースクロールズオンラインの続きをやっていきましょう。前回ね、ボンハートパクト編とりあえずの終了を見たということでね、今回からちょっと新しいシリーズってわけじゃないか、新しいショーということにしましょうかね。これですね、タムリエル全土への伝言、ね、モンホールドにいるスラッシュと話すと。まあ今ね、このタムリエルはね、企みの神、すごい噛んじゃったな、企みの神、モラグバルによってね、今次元融合がなされようとしていると。ね、この世界に、アンカー、ドルメンにつながるアンカーね、このリフトにもあるはずです。どこだ？ぐるぐる巻きのマーク。これね、うん。こことかね、ラグドヒルのドルメン、あとはこれだ、ね、岩の盆地のドルメン、だいたい一つのエリアに三つドルメンがありますね。これスモークフロストビークスのドルメン、で、まあね、このドルメンがね、ドレモラたちを呼び寄せ、ね、このニルンの世界と、ね、モラグバルの領域、ね、コールドハーバーというオブリビオンを統合しようと今していると。そのためには人々の魂の力が必要で、ね、闇の教団というか虫の教団か。虫の教団という組織が、ね、人々を誘拐し、ね、魂を、人から剥いで、その魂の力でこの次元融合をなそうとしていると。その被害者の一人であるのが冒険者たち面影、ね、ソウルシェーブン、ね、魂をそがれたもん、ライリちゃんもその一人だと、いうことでね、まあこの問題がね、モラグバルのね、デイドラ公の企みが、ね、もうエボンハートパクトだけの問題じゃないと、そういうことだから、ね、この問題にタムリエルの全員で、
対応しようという動き出しが始まったってところですかね。というわけでね、モンホールドにいるスラッシュと話す。ラリちゃんね、レベル50に、なりましたと。つまりレベル50になったということはですよ、チャンピオンポイントも到達した。そこの旅人さん、ね、ちょっといいかな。チャンピオンポイントっていうのは全アカウント共通のものです。なので他のキャラクターでね、例えばチャンピオンポイントが今ね、上限の810に上がっている人であればね、新しいキャラを作ってね、レベル50に到達した時点でチャンピオンポイント810のキャラクターになると、いうわけです。でライリちゃんも、とうとうね、レベル50、レベル50というかもうチャンピオンポイント879ってなってますね。キャラクター、キャラクターには乗らないのか、これは。まあ、いよいよ。というわけでね、チャンピオンポイント振りました。で、装備も変わりましたね。装備はね、今、何をつけているかというと、武器、これ、隔離場の、武器だね。聖者の隔離場っていう、クロックワークシティの、なんだろう、レイド。レイドダンジョン。ダンジョンっていうか、まあ、ボスと戦うだけみたいなね、ダンジョンなんだけど、まあ、そこで得られる武器たちをね、ちょっと特殊な、なんだろう、セットがついている武器たちを、まあ、ちょっと装備させてます。で、隔離場の意味ね。編成しました。ニルンホールドに。この武器のダメージが 15% 増加すると。弓や散布でダメージを与えると、6秒の間に行ったスナイプ、乱れ打ち、毒の矢の直接ダメージから通常よりも 45% ダメージを追加されると、つまりスナイプであればもう直接攻撃だけの技なんで、ね、普通の一発目のダメージがまあ 45% 増加すると、まあその後のだからあれだね、なんだろう、毒のドット攻撃には影響はないと。で毒の矢も同じ。毒の矢の一発目のね、ブチュンって当たるやつが、まあ、45% ダメージが上がると。まあ、乱れ打ちは私入れてないんで。乱れ打ちでどういう技かっていうとね、主に使うのは PVP だと思うんですよね。これですね。爆発性の矢で敵を吹き飛ばす、ね、5861物理ダメージを与えて、6メートルノックバックさせた後、1.5 秒の間、気絶状態にする。これだからあんまり NPC とっていうよりもプレイヤーさんだから同盟戦争とかね、バトルグラウンドとか、まあ、そんなところで使う技じゃないですかね。これは派生すると自分も6メートル後ろに下がって12メートル距離作れるっていう技と、あとこの気絶状態が回復した時に自分の体力が回復するみたいな技です。まあ、このね、直接ダメージだからこれだね、5861物理ダメージが 45% 上がると。すごい技だよね。まあ7000、8000ぐらいになるのかな、じゃあね。まあこんな感じで、毒注入もこれね、5051の毒ダメージ。これが、まあ、7400ぐらいかな。7000ぐらいか。そんなもんですね。まあ、という技です。これが、まあ、このね、弓によって、まあ、ダメージが上乗せされる。まあ、弓は散布使いますんでね、まあ、いいだろうと。そして、この、隔離場の完璧な剣、隔離場の完全な斧か。これはね、なんだったっけな、ハードモードクリアすると得られる、方の、まあ、こっちの方が上位、の方の武器ですね、この弓より。だ弓も多分、隔離場の完全な弓だったら多分、6秒以内に行ったっていうところが多分倍ぐらいになる。12秒以内ぐらいになるのかな。多分そうなると結構使い勝手のいい技、武器になるなと思うんだけど、取りに行きたいなって思ってます。まあこんな感じです。で、隔離場の完全な剣。これ、逆手の斧とセットなんで。ね、コントの旋風セット。旋風でダメージを与えると有効になっている、双斬切り裂く刃のクロークの持続時間を12秒延長すると。
で、この効果はアビリティ使用ごとに1回しか発生しませんと。つまりですね、このね、切り裂く刃も、刃のクロークも、あと、創山もか。これは確かね、全部ドットダメージなはずなんですよ。だドットがかかる時間が増えるってことは DPS が上がるってことですよね。ちょっと見てみましょうか、創山。創山の、変異。2316物理ダメージ与えて1万と935物理ダメージをキューブの間与えると。つまりこのドットダメージ分が、ね、2万に膨れ上がる、ね。18秒の、2万1860、70だね、になるんだと。で、また体力の回復も多分これもね、倍になるでしょう。これはありがたいね。で、切り裂く刃ね、アルティメットの方です。この二刀流の。これもなかなかいい技でね、これ入れとこうかなと思って、後で。前方の敵をすべて切り裂く。ね、26,245物理ダメージを8秒の間当てると。まあ、これが16秒になって、ね、また倍の、ね、5万近いダメージになるよと。与えたダメージの 50% だけ自分を回復する。これいい技だね。自分を回復する技だわ。結構。で、変性じゃねえや。変異するとまた、なんだろう、自分のダメージが、自分の与えるダメージが何パーセントか上がるよっていう技に確かになったはずです。この分と加えてね。そっちの方がいいかなと思って。あと、刃のクローク。ね。刃のクロークも、浮遊する刃の輪を作り出し、近くにいる敵すべてに1567物理ダメージを3秒ごとに15秒の間与えると。で30秒になって、だから10回ぐらいこれが当たるってことだね。で、回避強を得て範囲攻撃による被ダメージが 25% 低下されると。これもまたありがたくてね。だから、なかなかいい技たちなんですよ。刃のクロークね。創山、そして切り裂く刃。まあ、この、スキルたちがね、この隔離場のね、混沌の旋風セットによって、まあもちろん旋風っていう技を与えなきゃダメなんだけど、12秒延長するのか、倍ってわけじゃないか。でも12秒延長するって倍以上の秒数だね。すごいな。で、これがまあ、だからあれだね、さっきの3セットを使ってから旋風を起こすことで、この3つが12秒延長すると、いうことだろうね。各アビリティが1回ずつしか延長しない。だからね、12秒延長した後にまたね、時間が足りなくなってきたから旋風でもう1回与えても、また12秒延長するってことはない。もう1回、新たに入れてから旋風で与えないと、また12秒の延長効果は得られませんよということですね。と、まあ、こんな感じでね、まあ、聖者の隔離場武器をちょっと入れてます。あんまりこれを使ってるキャラクターがいないってもあって、これが結構ね無駄になってる、まあ、なんでこれを使っていって、なんかちょっとマッシュアップできたらいいなと、この隔離場セットの使い方みたいなのね、とまあこんな感じですかね、で、武器にね、新たに2セット使ったんで、モンスターマスクセットを切らざるを得ないと。まあなのでね、頭と肩にもね、まあ残忍なオフィリアセットにしてね、で頭と肩とね、モンスターマスクに使ってた部位と、ね、アクセサリーで残忍な大蛇セットを作って、で他の胴といつものね、胴、腰、手、脚、足で、まあ、5セット作って、まあそれをまあオートマートンのカセットセットにしてね、物理ダメージアビリティに武器ダメージを、386加えると、まあ、いうことで、DPS を強化したと、いうセットにしました。レベル50になったんでね、蓄えてた装備を使って、こんな感じになりました、と。まあ、こっからのね、装備集めも、じゃあ自分でやるかってなると、これ結構大変で。まあそれはそれで面白かったかもしれないけど、ちょっととりあえず、なんだろう、ちょっとね、
変わった戦い方もしたかったんで、このね、あの隔離場の装備で、まあ、これに変えましたよというご報告ですね。そしてチャンピオンポイントね、触れるようになりましたので、まあ触れるんだけどね、最初からね、うん、まあレベル50をね、なんだろう、皮切りに、まあ、チャンピオンポイントを振りましたんで、ちょっとどう振ったのかっていう説明だけさせていただきましょうかね、うん、まあ基本的にはね、このリソース面のね、盗賊座の方はね、ちょっとね、これちょっと他のキャラクターとちょっとね、感じ変えましたね。ここをまあ 11% にしてね、ここはまあ 14% スタミナ再生はね、うん、まあノルドなんでラリちゃんも、うん、まあスタミナ面でちょっと苦労するというところはあるだろうから、うん、まあスタミナ再生はそのままだけども、ちょっとね、この完全にチャージした重攻撃、うん、完全にチャージした重攻撃を使う機会があんまりないキャラなんじゃないかと、うん、いうことでちょっとここを抑え目にして、隠密、うん、まあここは当たり、まあ普通だね。これトロジャーハンター取るために、まあ微調整してここ8にしてんだと思います。まあここも変わらずですね。で、一番多く入れたのがこのダハ、うん、ダハっていうのは相手の、だからね、行動不能にさせる、うん、まあアビリティだったりスキルだったりを もらった時にね、デバフがついた時に、ね、移動不能のデバフがついた時にそれ打破する、ね、それ解除するためにスタミナをだいぶ使うんですけど、その値を 20% 抑えると、うん、いう風なセットにちょっと変えてみてます。これは他のキャラクターでもね、今後こうしようかなと思うために、まあちょっと試してる状況ですね、うん、まあ、完全にチャージしたところにちょっと振りすぎてる、うん、まあ大体ね、このチャンピオンポイントっていうのは50ポイント以上振っていくと、伸び率ね、このね、何パーセントって伸び率がね、あんまり伸びなくなってくると、うん、まあなんでだったらね、ゼロからね、例えばだよ、ちょっと試しにね、うん、ここ全部ゼロにしてみて、ね、ゼロにしてみて、ね、ここ今50にして、ね、こっからね、75に上げると、ね、75に上げましたと、で 14% ありましたね。でも大体は3点何パーセントしかね、上がってないでしょ、この25振った、うん、値でも。でもこっちで25振ってみると、ね、ご覧の通り 10.98、 まあ約 11% まで上がるんだと、うん、もちろんこれ各それぞれね、伸び率ってものにね、まあまちまちなんだけども、まあね、0からね、50までっていう数値をたくさん作る方が全体的なステータスアップには、うん、なるので、本当にね、こういう風にスタミナの再生が大事だとね、この、まあ、スタミナビルドであれば、まあ、そういうもの以外ではこう強めに振るのはやめた方がいい。キャンセルしましょう、元に戻す。まあなので、うん、まあちょっとね、こっちに75振るのやめて、こっちに強めに振ったということです。まあ多分これの方がいいんじゃないかなと思ってて、うん、まあでも重攻撃使うキャラクターであればね、ここに75振った方がいいかもしれないっていうのはありますね、うん、まあこんな感じですね。盗賊座で魔術師、これはDPS に関係するね、項目がたくさんあると思うんですね。で基本的にはご覧の通りね、軽攻撃、ね、重攻撃の、まあ、ダメージを 20% 上げるぐらいまで上げてね、直接ダメージもそうだね、マスターとアームスで、その残った分をここに均等にね、まあ与えていくと。まあ継続ダメージ多めなんで、ちょっと継続ダメージのね、魔術の素質には強めに振ってる感じですね。 20.15% でクリティカルダメージには 15.1% で、貫通力は3560
44まで上がるために43まで。で、兄弟ね、基本的なダメージアップ、ね、物理、毒、病気ダメージを、15.15% 増加させると。だから直接ダメージとかね、継続ダメージとか、継続ダメージは別か。なんか関係なく、ね、物理、毒、病気だから関係なく、ね、10% 増加させるという。まあ、ここしか振ってませんね。こっちはもう魔術師系なんで、こっちには振ってないですよと。で、戦士座ね。これは主に防御面。まあ、これは当たり前という感じで、アイアンクラッド。まあ、直接ダメージ。だから一発目のね、相手から受ける一発目のダメージがね、まあ、20.15%。これ、NPC であれば、こういうダメージ多めなんで。これやっとくといいです。で、呪文耐性もあらかたつけて、ね、で、フォース、中層鎧をセットするんでね、ラリちゃんは。ここに振って、で、他もね、他のキャラクターともあんまり変わらない。10% になるように、クイック再生とね、頑丈、属性の守りで。うん。で、残った数値はね、耐性に振ると。クリティカル耐性は345増加させる。こんな感じで振ってます。もう私のキャラクターは大体こうですね。まあ、ちょっとリソース系の振り方ちょっと変えてみた感じですけど、ラリちゃんは。まあ、こんな感じです。これをまあ皆さんにお知らせしてから、このね、新しい章、ね。まあ、コールドハーバー編となるのかな。に挑んでいきたいと。いうことなんで、じゃあ早速いきましょうか。だいぶ長くなっちゃったね。始まるまでが俺の子供はお前のおかげで生きている。あ、本当にヒストでお前の名前が知れ渡るよう見たものすべてを話すつもりだ。ありがとう。なるほどね。あれだ、ブラックマージュでテルバンニの人。バラステは別、バラステは別。ごめんね、ちょっとバラステ違うんだ。シャリちゃんも奥にいるけど、ナリュウがいるよ。またあなたなの。後悔することになりそうなことをする前にはいつもあなたに会うよね。ごめんね。スラッシュ。おお、パクトの英雄じゃないか。来れてよかった。会ったことはないと思うけど。俺は隠れアーミガーのリーダーだ。お前が俺たちのことを聞いているなら俺たちが仕事に失敗したってことだ。なるほどね、アーミガーはパクトの汚い仕事を担当している、時にモラグトングや他の秘密組織から来た密偵をも巻き込む。ここにいるナリオみたいにな、なぜ暗殺者が必要なんだ。彼女には貸しがある。話すには時間が足りないような長い話があるんだ。なるほど。彼女は俺の兄弟を守り、俺は彼女を救った。行ったり来たりだな。なるほどね。本題に移るぞ。バヌス・ガレリオンのことでここにいるんだな。そうだ。あのおかしなアルトマーは中立地域で同盟指導者たちを密かに会合させたいらしい、彼はもうすぐ来るから彼に詳細を教えてもらえ。だが心配するな、アーミガーは役目を果たす。役目とは何だ。大して多くはない。正しき場所に正しく密偵を配置する。パクトの利益を守る。そんな感じのことだ。もっと話せるが、そうしたらナリュウがお前を殺したくなるだろう。ちょっと切り刻む程度で済ませるかもしれないが。そうならないように喋らない。来てくれて嬉しいよ、ビリアン。借りを返してもらいたくてね。必要かどうかもわからないのに呼び寄せたってこと？スラッシュ、何をしてほしいの？他の密偵組織と接触してほしい。アルドミリ・ドミニオンの女王の瞳とダガーホール・カバナントのダガーの輪だ。なるほどね。接触って探検の先で触れればいいの？何度も。そうよね。いや違う、これは外交だ、殺しではない。遅くなって申し訳ない。仮の無駄遣いね、スラッシュ。手下にはできないことを頼めばよかったのに。これが終わったら貸し借りはなしよ。ああ、
だがこれは重要なんだ。ありがとうナリュ。なんならオーリドンまで一緒に行くぞ。さあ行こう。女王の瞳であれば多分ラズと会うんだろうね。ダガの輪は誰だろう。ビミーかな。バノスガリリ。こんなに早く来てくれて助かったよ。戦士ギルドのハクルーバ女伯爵と話していた。どちらのギルドもコールドハーバーと戦う時が来たと考えている、うん、だがそうなると我々は政治的に難しい立場に置かれる。まあ戦争があるからね。でそれが問題なんだろう。いつものことだ。同盟の指導者は決して部隊を派遣しないだろう、うん、そしてもしギルドが一つの同盟とのみ協力をすれば他の二つの同盟はそれを裏切りとみなすだろうな。だろうね。どちらのギルドも中立を強みにしている。肩を持つ余裕はない、うん、状況はそんなに深刻なのか。白ディールでの戦争は長くひどいもので三同盟すべてが戦線を拡大している。コールドハーバーの攻撃に勢力を投じるとこちら側の勢力が手薄になるからな。私は三同盟の指導者たちを団結させたいんだ。そして協定を結ぶ。なるほど。何をすればいい。それでお前の立場は他と違う。同盟の指導者ではないが権威を持った話ができる。お前は評判がいい。名声もある。彼らが互いの喉元に飛びかかる前に話をする機会を与えてもらえるはずだ。つまりお前は完璧な外交官だ。なるほど。外交をやればいいんだな。同盟の指導者と話させたいんだな。完璧な会合場所を見つけた、うん、戦争中の領域から離れた中立な場所、スティルクと呼ばれる島だ。魔法で転移させてそれぞれの指導者と謁見する機会を与える。とにかく彼らにスティルクへ行くように説得してくれ。分かった。最善を尽くそう。私の頼みはそれだけだ。ポータルを開く。私も一緒に行った方がいいな。中立な立場としての紹介も必要だろう。物事を円滑に進めてくれるはずだ。分かった。よし、じゃあ行こうか。同盟の首都へのポータル。昔はね、この機械じゃないと他の同盟に行けなかったんですよ。ワンタムリエルっていう仕様になるまでね。うん。でもこんなに簡単にね、ポータルでポーンって飛べるんだったらね、いろいろありそうだけど。さあ皆さん、ここは崇敬されしアイレン・アラナ・アルメル女王陛下、お目通り恐縮至極に存じます。バヌス、そうかしこまらないで。美しいサマーセットで無礼なそばかすだらけの子供に辛抱強く優しく接してくれた。その時のままでいいわ。御身はこの老骨の心を温めてくれますな。のどかな日々を思い出します。私もよ。衛兵が厳しくてごめんなさい。こんな時代では必要だと言われているの。賢明な措置です陛下。私もそう考えます。お許しくださるなら連れてお話しいただけますでしょうか。ええ、この英雄の評判はたっぷり聞いているわ。彼一人の功績ではないことも、英雄の話が私の耳に入るなんてめったにないことよ。こちらへ話しましょう。おお、ありがたい。アイレン女王、その前にラズと話す。この者の目はお前を見ている。女王に一歩でも近づいたらこの者が切り捨てるだろう。おー、ラズのあれだね。仕事の方の顔だ。バヌスはいい人よ。多くの点で家族のようなものだわ。信頼を寄せてくれてから私たちの違いについては脇に置いておこうと思ってる。別の状況下だったらあなたと私は敵だったでしょうね。うん。ユースの敵はモラグバルです陛下。話は分かったわ。正直に言うとあなたに会う機会は逃したくなかった。あなたの偉業は伝説的よ。噂が耳に入りましたか。本物の勇者は歴史という海に投げられた石のようなものよ。さざ波は遠く広く伝わっていくの、うん、恐縮です陛下。謙虚で何よりだけど強く自信を持つこともまた必要よ。本物の勇者は歴史の駒でもあり
歴史は残酷で無情な主人なのだから。でも哲学の話はもう十分ね。何の話がしたいの？コールドハーバーへの攻撃を論じるためスティルク島での会議を提案しに来た。で、3つの同盟の指導者全員をこの会議に参加させたいの？そうです、陛下。大胆な提案だわ。気に入った。いいわ、交渉の結果については一切保証しないけど参加はする。そこまでは約束しましょう。ありがとうございます。よし、取り付けたぞ。うまくいったな。進めようか。うん、次はどこに行く？次はどこに行くって言ったかしかないか。ウェイレストへ行こう。ある程度の礼儀は守れよ。上級王エメリックの宮廷にはしばしば誹謗中傷される者や反乱分子がいる。だから今日のポイントは儀礼だ。なるほど。はい、わかった。愛らしいダンマーのナリューに伝えてくれ。メイドに変装してその姿をこの者に見せつけるのは大歓迎だ。ラーズ、場をわきまえなさい。この者に後悔はない。あのナリューとラーズはあの知り合いですからね。まああのこの話はちょっとあれだね、モロウィンドとかでも出てきますね。まあね、闇の組織同士の闇の組織っていうわけじゃないね。あのラズはなんならあのジョーの瞳っていうのは別にその暗殺者集団ってわけじゃなくて、ね、ジョーの声の精鋭部隊、ね、ジョーの、まあ、私兵って感じだからね。トートバレシ上級王エメリック様、この会合に合意いただいたことに感謝します。お時間を無駄にすることはありません。しばらく前から面識はあるな、マスターガレリオン。気まぐれな思いつきを言うものではあるまい。ただ君の連れは誰だ？こちらはスカルド王ジョルンの代表者です。コールドハーバーの危機についてお伝えするため連れてきております。でスカルド王はその私的な代表者を敵の要塞に送り込んだのか？多大な信頼を寄せているのか、それとも殺しにかかっているのか。うん、面白い。来い、話をしよう。リベラの足にかけて勇気があるな。リベラの足、ウェイレストの吟遊詩人でさえ君の偉業を歌うだろう。正直に言おう、いつか会いたいと願っていた。我々は同じ砥石で刃を磨いたからな。意味はわかるな。光栄です、陛下。なら教えてくれ。このように押しかけてきたのは気でも触れたからか、それとも民に代わって幸福に来たのか。それならば受け入れよう。モラグバルについて話しに来ました。それは少し嫌な話題だが、怒りに任せて陛下お命をいただきに来ましたと言われるよりはマシだ。そうでなくてよかったよ。で、皆の愛すべきレイドラコーについて話したいのか。どういうことだ？モラグバルの影響力が増している奴の領域に戦いを仕掛ける時だ。はっ、すまない、聞き間違えたようだ。一瞬レイドラコーと戦いたいと言っているように聞こえたぞ。そう言いました陛下。こちらの手助けを望んでいるのならなおさらおかしい。で本当は何と言ったのだ？コールドハーバーへの攻撃について議論するため全同盟がスティリク島で会うことを提案する。全くどうかしている。よく言われます。しかし歴史書の自分の名前の隣にそう書かれると考えると面白いな。わかった、アイレンとジョルンが参加に同意するなら行こう。だが暗殺を考えているなら君も道連れにする。そんなつもりはありませんよ。スラッシュによろしく。またすぐにでも踊りたいと彼に伝えておいて。あ、コッパーね。つまり君は敵と戯れていたのだな、ダリア。私もすでに承知していることだが。ええ、陛下、戯れるのは好きですから。いずれ戯れに連中の頭を首から切り離して差し上げるつもりです。面白いな。不可能だと思っていた。よくやったな。戻って準備を始めよう。よし、最高。我々にはやることがたくさんある。
来い。あんまり知れた名前の人は、てかみんな獅子の守護だな。ここどこだ？あ、戦士ギルドだ。ハクルーバー女伯爵いるね。3人の指導者はスティリクで会うことに同意した。さあ、ここからが厄介な部分だ。それは難しいことではないと思うが。指導者はそれぞれ合理的で分別ある人物だ。だが一緒になると、お前もすぐにわかるさ。なるほどね。準備万端だ。階段への旅の準備はできているか？準備はできています。お前がいいならスティリクへのポータルを開くぞ。アーリエルのお導きがありますように。うん、あなたにもポータルを開く決断が下された。ちょっと待ってくれ。なんだ、誰だい？向こうでお前を待とう。私たちの代表としてアルファウリ隊長がスティルクの警備を担当している。何も問題がないと保証しているけど気をつけてね。幸運を祈るわ。あなたに。よし、じゃあ行こうか。スティルク、バレンウッド、コールドコースト、そしてハンマーフェルの領地になりかけたことが何度かあったが、スティルクは実際は無人島だ。あえて誰かのものとするなら、島の所有者はアビシアン海の海賊だ。彼らは島にあるアイレードの遺跡をアリーナにして裁判の代わりに戦い、なんだ、待っちゃった。そんなところでやるのか。いや、でも綺麗なとこですね。あっちダガーボールの船があって。こっちエボンハートの船があって。多分向こうに、ね、アルトマリの。スティルクの島へようこそ。3つの同盟の代表が会議のため集まっている。このすぐ先だ。遺跡を通って行け。同盟の指導者は到着したのか。もうまもなくポータルで会合場所に着くと聞いている。なるほど。シロディールでの流血の最中だ。指導者たちはすぐにお互いを信頼しないだろう。お前なら彼らに協力する重要性を気づかせられる。分かった、最善を尽くそう。この任務は重要だ。我々はもうコールドハーバー進行のための専門家チームを結成した。会合へ向かう途中で何人かにお前のことを紹介しよう。行くぞ。はい。互いをほとんど許容することがない二人の王と一人の女王だ。間違いなく合意するのは容易ではない。だろうね。綺麗な島だね。かあ、レインの音、キレスがいる。おレディ・ローレントか。あ、クラリスもいるんだ。スティーボンズスティーボンズもいるね。いやー、みんないるんだ。また会えて嬉しいわ。この侵略軍の一員だって分かって嬉しいわ。絶対にならないと思っていた侵略軍の一員になっているなんて。でも君たちはドゥエマーの専門家でしょ。さて、誰がやってきたかな。懐かしい顔を見るのは嬉しいな。魔術師ギルドが本当に助けを求めてきたなんて信じられるかい。専門家のコンサルタントが呼んでくれたんだよ。なるほどね。基本的には君たちは魔術師ギルドに入るためにね、ドゥエマーの研究してるからね。注意してよね、鈍いんだから。急いで見逃しちゃうわ。相変わらずの魅力ですね、レディ・ローレント。ヴァヌス・ガレリオン、驚きだわ。この機会をお作りいただき感謝いたします。伝説のスティルクの島で階段だなんて。ちょうど良い場所です。ここはスロードと戦うため第一期の指導者たちが前期海軍を組織した場所ですから。モラグバルの領域にはどんな驚きが待っているか楽しみ。我々は戦争に行くのであって観光に行くのではありませんよ。
心配無用ですよ、バヌス。自分と無能な従者の面倒は見られます。スティボンズ、バッグの荷造りはまだ終わってないの？本当にしょうがないわね。ではレディ、急ぎましょう。我々は会談へ出席します。スティボンズと話した。邪魔をしないでください。この荷造りが終わらないとレディ・ローレントに厳しく小言を言われるんです。頑張れスティボンズ、頑張れスティボンズ。いいやつなんだよな。いつも騙されてっていうか、あの踊りにされてレディの、ね、なんとテレンジャーか。おお、発明家テレンジャーが顔を出すとはな、うん、危機がないとおもちゃから離れないようだな。テリー、バヌス、失敗した実験の匂いがしてるぞ。発言も滑っているなあテリー。今週はどこのドゥエマーのゴミためから来たんだ。お前は目上の者を尊敬することを学ばなければいけないな。そんな者がいたらぜひ知らせてくれ。今は時間も体力もないんでね。いい一日を祈ってるよ。まあエボンハートパクトのメンツにしてみたら、あんまりテレンジャーはいい気しないよね。ヒストのね、あの下りがありますから。ヒストを抽出する機械を作ったのこのテレンジャーですからね。こっちのはディシスローモリ。ストーンフォールで、どっから見たことあのゴブリンたちに捕まった後じゃ奴らもう見たくない。なるほどね。あの時ストーンフォールでは命を救ってくれたな。私の師匠は あの本を取り上げたことで私を殺すところだったんだ。そうだね、あれだ、本をね、あの盗んでったからね、あのお仕置きに鶏に変えるって言って鶏には変わらなかった。なんとか助け出せたよね、確かね。その後ゴブリンにあの襲われるかなんかで、ゴブリンのあの花嫁に、うん、させられたんだよね、確かどっちかが。懐かしいの出てくるな。あ、アルファウリ隊長。警備を担当しているアルファウリ隊長はあそこだ。うん、ちょっと他のメンツともダリアンがいる。アルファウリ隊長、この島は安全？はい、船は全て大きく迂回させていて、結界も張られています。同盟の指導者たちは？間もなく到着します。皆様も早く。わかったわ。ありがとう隊長。急ぎましょう。ダリアンは？この進行が順調にいくことを祈っているよ。一度の人生で十分すぎるほどの傷を負った。なるほど、戦士ギルドに入ったんだね。なあ、この見せかけの衛兵の仕事は真っ平だ。真っ二つにする頭蓋骨をくれ。ナイフのスコルト。南国の島で衛兵の仕事か。いいね、野郎。カム君、そう。コールドハーバーにたどり着いたらデイドラを狩る季節だ。なるほど。ここで全員？ここは。じゃあ行きましょうか。向こうに何かあるのかな。あ、アルドメリの船。アルドメリの船っていうよりもカジートの船だな。綺麗なアイレードの遺跡だね、ここは。あ、来たよ。ダガーフォールカバナント、上級王エメリック。アルドメリドミニオン、女王アイレン。エボンハートパクト、スカルドの王ジョルン。ひとまず争いは忘れて力を合わせなければ最初から失敗してしまうわ。これが罠ではないと。
君の軍が帝都に攻め込む間に我々の注意をそらす巧妙な手口ではないのか。裏切りはお前が得意な戦法だろう、エメリック。やめなさい。二人ともどれだけ傲慢なの。モラグバルの恐怖に比べればあなたたちの武器は子供のおもちゃよ。我が民の将来を雪の蛮族と夢見がちな女の言葉にかけるわけにはいかん。どちらかがルビーの玉座につけばタムリエルはどうなると思う。いつから民のことを気にするようになった。金を数える以外は何もしてないだろう。どうかやめてください。この争いは無意味です。時間の無駄だな。どちらも頑固な愚か者ね。なんたる混乱だ。つまんなバヌス。しかし獅子の守護団の被害を調べさせてもらいたい。あら、でもあ、まあ、やっぱりアイレン城がまともだね。やっぱり元冒険者だからね。残念だが予想通りになりそうだ。どうすれば彼らを説得できる。口論を止めることができたとしても彼らはコールドハーバーに部隊を送ることには決して同意しないだろう。シロディールが無防備になるから。なるほどね。ギルドなら進行を導けるが3人の指導者全ての同意が必要だ。面白い考えだ。だがそのことを考えさせるには争いをやめさせないとな。それぞれのキャンプにいる彼らのところへ行ってくれないか。個別に説得を試みてくれ。わかった。どうしようもないバカね。彼らのプライドのせいで私たちは全滅するわ、うん。戦士ギルドは違うのか。私たちはモラグバルの侵略者に対する防衛の最前線に立ち、タムリエル全域でダークアンカーを破壊してきたのよ。彼らがしてきたことといえば人々を犠牲にし、シロディールの半分を壊滅状態にした。どう思う。まあ確かに戦士ギルドはコールドハーバーへの侵攻を望んでいるんだな。望んでいるし可能でもある。でも魔術師ギルドと同様、私たちは不干渉条約に縛られている。中立を保つから私たちは彼らの領域にいることを許容してもらっているだけ。賛同盟の指導者たちが合意しない限り私たちの手は縛られたままなのよ。なるほど。話そう。まずダガーから。マシアス・エチエン隊長。上級王の前では剣を鞘に収めておけ。さもなくば私が相手になる。そんな必要ない。君のスカルド王は繁殖期のお牛のように我慢強いな。ここは交渉の場だ。戦場ではない。あの愚か者に分からせてやってくれないか。提案があります。彼らから出るものよりはマシだろう。どんな提案だ。コールドハーバーにギルドを送る。ギルドの熱意や勇気に疑いはない。だが彼らは少数で、モラグバルの信者は大群だ、うん。あ、説得開けてないのか、うん。それは正しいかもしれないが、何か行動する。納得はしていないが考慮はする。何か行動を起こさねばならない。それには賛成だ。説得に振る余裕はない、うん。そしてアイレン城。シレムへ。女王の御前では慎みなさい。見張っているわ、うん。ジョルンは悔しさから意固地になってしまっている。あなたの王でしょ。彼を説得できない。大概案がある。本当に？それは何？コールドハーバーにギルドを送り込める。うん、そうね。でもコールドハーバーの知識が少なすぎて、戦う相手のこともよく分かっていないわ。こんなこと言うんだ。いやつ。他に選択肢はございません、女王陛下。それは嫌ね。でも側近と話をするまでは、何であれ同意しないわ。他の指導者の邪魔でもしてきなさい。今日はもううんざり。アイレン城はでも本当にね、乗り気というか、あのモラグバルのことをなんとかしなきゃなんないと思ってて、まとめたいけども、あの二人のこの状況じゃ無理だって言ってるだけだからね。
我らの同盟は君に大きな借りができたな。試みたよ。だがあの石頭どもには分からんのだ。あなたも石頭ですよ、ジョルン。協力は必要だ。シロディールの戦争はどうなる？軍をこの侵攻に送り込めば、パクトはとても手薄になるだろう。ギルドの部隊をコールドハーバーに送ったら？魔術師と傭兵がか？多勢のデイドラに対して？エボンハートパクトなしに勝ち目はないだろう。どちらのギルドもデイドラと戦った経験がある。勝ち目は十分あるはずだ。確かにお前の言うことも一理ある。お前が他の指導者を説得できるなら、この馬鹿げた計画に手を貸そう。ありがとうございます。うまくいきそうか、それともまだ行き詰まっているのか。彼らはその考えを考慮しているが、納得はしていない。早く理性的になってくれればいいが、奇襲ではなくなってしまう。彼らはお互いを信用してないんだよ。それも最もだろうな。だが彼らが早く合意すれば。空気が変わったと感じないか。変だ、すぐにでも嵐が来そうな感じがする。嵐？どうしたんだ。これは嫌な感じがする。何？やつが来ました。やつが来た。私には。カルディアン、どうした。逃げて、私から離れて行け。こやつらがタムリエルの偉大なる指導者だと取るに足らん。モラクバル。集まっているのは好都合だ。虫けらのように叩き潰してくれる。モラクバル、下がれ女伯爵。虫けらの反撃か。愉快であり哀れである。議論のすべては我が物になるだろう。カルディ、指導者たちを守れ。モラグバルのしもべを倒し、不安定な裂け目を閉じるのだ。わかった。よいしょ。よし、これを閉じる。不安定なリフト。大丈夫か。モラグバルめ、よいしょ。いやー、よし、 NPC も戦ってるね。大丈夫ですか、陛下。この程度で私を倒すつもり？本当に？そんな感じじゃなかったよ、確かに。もう死にかけてた敵が。ジパンでかいのいるじゃん、もう。いた。よいしょ。怪我はありませんか、兵が。衛兵が皆死んだか。なんだと。死んでるかしら。こんなもんがあるんだ。ドルメンがあるんだ。カルディーンが。ここは安全だと思っていた。敵からは隠れているだろうと。企みの神は日々強大になっている。なら急いで行動しなければならない。そうだな、無駄にする時間はない。奴に戦いを仕掛けよう。コールドハーバーへのポータルを開けるか。ああ、島の中央のアイレイドの井戸にある。多分この攻撃で指導者たちは協力する気になっただろう。あの恐ろしい力を見た後では選択肢はあまりないと思う。そうだな。
誉れ高き指導者の皆様、敵を目にされましたか。モラグバルはタムリエルを脅かします。コールドハーバーに攻撃するため、魔術師ギルドと戦士ギルドは合同部隊の結成に合意しました。我々を信頼してください。行動を起こす許可をそして祝福してください。我々は失望させないでしょう。バヌスは正しい。ギルドは最善かつ唯一の選択だ。彼らをコールドハーバーへ。認めたくはないが、エメリックに賛成だ。私もよ。私たちの同盟の間にある不信の多くは企みの神が育んだもののようね。モラグバルは欺瞞と混沌の上に繁栄します。ですが、この同盟戦争は皆様が作り出したものです。ハクルーバ女伯爵、両ギルドの生存者をスティリク内部に集めてくれ。勇者と私はそこに向かい、ポータルを開く。すぐ後に続くわ、バヌス。その時が来た、勇者よ。行きましょう。行こう。大丈夫か。私のことは気にしないで。大丈夫。私を殺すにはデイドラ数匹じゃ足りないわ。心強い。ステンダールの五加護。なるほど。みんな来たな。とっくに用意はできている。これで全員か。残念ながらそうだ。我々が望んだ大軍ではないが、モラグバルは我々が攻撃することをもう知っている。小さな集団で行くのが気づかれずにコールドハーバーに潜り込む唯一の希望かもしれない。なるほどね。よしやろう。コールドハーバーのどこに着くか予測するのは難しい。油断はするな。分かった。コールドハーバー。コールドハーバーは死と絶望の終わりなき非道がはびこる恐ろしいオブリビオンの世界だ。その地を治める残虐と支配の王、すなわちデイドラコの一人であるモラグバルはニールンに住んでいる。ありとあらゆる、ニールンに住んでいる、ありとあらゆる上妙のものを奴隷にすること。ああ、もう読めなかった。これは何だ。お、キャトベル助かったんだな。よかったよかった。みんなはどこだ。うんだな。彼らはコールドハーバーには着いたが別の場所だ。オブリビオンへのポータルはあまりにも予測不能。モラグバルの防御は言うまでもなくだ。なるほど。不快な獣で溢れている。行け、橋を渡って内部へ向かえ。お前さんならできる。よし行こう。コールドハーバーへよくぞ戻った。再会できてよかった。死んだかと思っていたぞ。生きてたよ。橋の向こう側に何があるんだ。橋なんてあったか。橋はダメだ。下にいつも怪物が潜んでる。あれ以外はな。あれはホローシティに続いてるやつだ。ホローシティ。目が覚めるくらい神器臭い場所だ。お前さんが冒険を始めるにはおあつらえ向きだがな。冒険か、いい言葉だ。冒険。この下から転げてる感覚がたまらなく好きだ。どういうこと。よし、じゃあホロシテに向かおう。コールドハーバーへよくぞ戻った。再会できてよかった。よし、じゃあ死んだかと思った。それ聞いたよ、キャドウェイ。なんかあると。彼も今来たとこなんか。コールドハーバー。ここはキャドウェルの小屋。あ、ここにいたんだ、キャドウェルは。なるほどね。ホノル、
上だよね。あれでもこれは何だ。ああなるほどね、スカイリム様式の。だいたいデイドラのオブリビオンの領域ってのはあの紳士隊がいる魔術師ギルドの。これは何だ。どこだ。あ、敵がいた。やばい。あれか、これだね橋。デイドラのねオブリビオンの領域ってのはあのニルンからあの次元融合して持ってきたものがほとんどらしいんで、これもだからそのうちの一つだろうね。すごいな。これもだから、ね、城でいるから多分持ってきたんだろうね。フォローシティ、完全に城でいる様式の建物ですねこれね。あなたは管理人。自分から進んでモラグバルの世界へと入り込む者は少ないでしょう。あなたの行動は勇敢なのか、それとも愚かなのか。しかし今の私たちにはそれが必要なのです。あなたが現れるのをずっと待っていました。何者ですかあなたは。私のことは管理者と呼ぶと良いでしょう。数少ない生存者の一人です。私はこの町を見守っています。壁を守り私たちの安全を保つための魔法に常に気を配らねばなりません。でここはどこですか。町の元の名前は関係ありません。今のここはホローシティ、満たされる時を待つ町。モラグバルへの攻撃を仕掛けるのに最適な場所です。なるほど。この町はコールドハーバーの災厄から身を守る鎧となるでしょう。しかしその栄光を取り戻すには住む者が必要となります。なるほど。そしてここに軍を集めるということですね。そうできるでしょう。コールドハーバーにここ以上安全な場所はありません。モラグバルの力はこのホローシティには届かないでしょう。そう作られているのです。なるほど。一緒に来てください。この町が助けになる理由をお見せします。準備はできた。案内してください。ではよく見て聞いてください。説明することもできますが実際に見た方が早いでしょう。この町の歴史は町の至るところに染み込み、ちょっとした魔法でお見せすることができます。さあ歩きましょう。ついていけばいいんだね。昔この町はニルンにありました。その時は別の名でしたが、とても活気のある町でした。民はメリディア港に忠誠を捧げていました。皆平和で危険とは無縁の生活を送っていたのです。なるほど。あんな感じで人がいたよってことだね今見せたのは。ですがメリディアには敵がいました。卑劣なモラグバル、殺戮のデイドラ港がこの町を破壊するためコールドハーバーから手先を送り込んだのです。
守備隊は全力を尽くしました。ですがモラグバルの軍勢には及ばなかった。壁外にいた部隊は全滅しましたが、戦士と魔術師たちが門を封鎖し壁内の人々を守ってくれたのです。なるほど。幸運なことにアイレイド王ラロリアン・ダイナーが町を訪れていたのです。優秀な戦士であり戦略家は町を守るために指揮を取ってくれた。アイレイド王が一人で門を守ってくれました。王は戦いながら祈りを捧げ、その祈りは聞き届けられました。メリディアは彼女の信徒に対してとても慈悲深いのですが、機会を見逃しはしませんでした。モラグバルが双方にポータルを開いたのです。コールドハーバーでの戦いの時は来ました。メリディアが町をコールドハーバーに退避させました。町は無傷でしたが、この防御魔法のせいで住民は殺されるかチリジリになってしまいました。そしてアイレイド王も囚われてしまったのです。メリディアは不可能を可能にし、モラグバルに一矢報いました。領土の一部がモラグバルの領域にありましたが、かの者はそれに触れることができませんでした。生存者の信頼を失い、一人また一人ニルンに戻ろうとこの安全な町を出て行きました。彼らにはメリディアの意志に背いた代償を払う時が来るでしょう。メリディアにはこの機会が訪れることが分かっていました。過信に溺れたモラグバル、異なる次元から来た王者、その日が来ればこの町は企みの王に対する襲撃の中心点になるでしょう。それが今だということだな。ついにこの日が訪れました。偉大な魔術師バヌス・ガレリオン、そしてアイレイド王、新たにあなた、舞台を整えてここに来てください。この町はモラグバルに対抗するあなたの助けとなるでしょう。コールドハーバーでの選択はホローシティに影響を及ぼすことを覚えておいてください。あなたが誰かを救うたび、ホローシティは生まれ変わり、あなたの力となるのです、うん、そしてここであなたの役割は、あなたに手を貸します。お互いモラグバルを止めるのが目的ですから、できることはします。ホローシティはあなたとその仲間を待っています。懸命に利用なさい。期待は決して裏切りません。次は何をすればいいですか？迷い人を探すのです。ダイナー王とバヌス・ガレリオンは重要な役割を持ってあなたのそばにつくでしょう。失われた仲間を救い、ホローシティに過去の栄光を取り戻せばモラグバルに対抗することができるでしょう。なるほど。もちろん王と魔術師以外も必要です。ですが彼らから始めるのも悪くないでしょう。この領域に今いる仲間も、これから仲間になる者たちも、皆これから行うことのために重要な役割を持ちます。うん。他は？魔術師と王を探す過程で助けが必要な者に出会うでしょう。信頼するに値し、ここに来ることを拒まない者を優先的に探すのです。なるほど。魔術師とはどこで見つけられますか？ムーンレスウォークを越えて西に向かいなさい。王は暗闇の塔に幽閉されているでしょう。魔術師バヌスは東のどこかにいます。正確な位置は隠されていて分かりませんが、アイレイドの王と魔術師バヌスを探します。
アイレイド王を見つけに行くのなら、まずは西へ進むと良いでしょう。決めるのはあなたです。もしダイナー王を自由にするというのであれば、メリディアの光を手に入れなさい。光には彼を闇の牢獄から解放する力があります。なるほど、メリディアの光とは。もともと光はメリディアからの贈り物でした。その力は町を守り、人々の暮らしを楽にしました。町がコールドハーバーに移動したとき、その光の力はさらに強さを増したのです。そしてこの光をどう使えば王を自由にできる。ダイナー王は影と闇魔法に縛られ、闇の塔の中に閉じ込められています。メリディアの光はその拘束を解くことができるのです。光なしにアイレイド王を解放することはできません。なるほど、その光はどこにある。もう気づいているかもしれませんが、モラグバルの世界にはそれなりの守りが備わっています。ここに転移した者の多くは分散される。あなたの仲間のように。光も同じです。モラグバルの軍勢が守っているでしょうが、それ以上のことは分かりません。もう少し使える情報はないのですか。噂だけなら北西に牢屋があると聞いています。光を見張っている塔とは別の塔です。そして南東にはメリディアの光をねじ曲げようとするバイル研究所があると。なるほど。で、どこだって。まずどこに向かえばいいんだろう。っていうのも自由なのか。なるほどね。どこに行けばいいかも自分で決めて自分で行けと。なるほどね。まあこれならメリディアの、軍勢というクエスト。さて、じゃあ今日はここまでにしてね、次回からいよいよこのコールドハーバー編、コールドハーバーを冒険していくことになるでしょう。いやー、来ましたね、とうとう。私のキャラというか、私のそのエルダースクロールズのね、シリーズ、やっとこのコールドハーバーにたどり着くことができましたね。長かったなぁ。まあ、最初はね、あれですよ、ダガーフォール編でね、アランで、やってましたけれども、途中からこのエボンハートパクト編に移りまして、ちょっとね、ダガーフォール編もね、あの途中からというよりも、ちょっと最初からね、メインストーリーだけ追っかけてやっていこうかなと、再びね。で、アルドメリの方もやって、っていうのをどこかで、まあ、だからこのコールドハーバー編終わって、まあ、物語が一区切りついたらですね、ちょっと新しいショーの方も始めていこうかなとは思ってます。それまではちょっと、ライリーちゃんと一緒に、このタムリエルのね、危機を救う旅に、皆さんで行きましょう。というわけで、今回はここまで。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方をお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。Sorrow reigns.
Reclaim every soul.